皆さんは、タリシヒコという人物をご存知でしょうか。タリシヒコは、日本の古代史に登場する倭国の大王で、隋という中国の王朝に使者を送ったことで有名です。しかし、このタリシヒコという人物は、実は日本の歴史書には一切登場しません。では彼は一体誰なのでしょうか。この動画では、タリシヒコの正体について、今までの通説を覆す人物を推測しました。ぜひ最後までご覧ください。まず、タリシヒコという名前が登場するのは、中国の歴史書、隋書と北史です。タリシヒコは、海洋20年、西暦600年と、大行3年、607年に、隋に、遣隋使を送ったと言われています。2回目の朝貢が有名な、聖徳太子が手紙を送って、中国の皇帝を怒らせたエピソードです。隋書の記述では、姓は、雨、字は、タリシヒコ、号は、大君と書かれ、段王だと書かれています。しかし、この時代の日本では、推古天皇が日本を治めていました。推古天皇は、女性です。では、なぜ中国の歴史書は、タリシヒコという男性の王を記録したのでしょうか。一つの説は、タリシヒコは、推古天皇の兄である、陽明天皇だというものです。陽明天皇は、推古天皇が即位する前に亡くなりましたが、その後も影響力を持っていたと考えられます。中国側から見れば、陽明天皇が倭国の実質的な支配者だったと認識した可能性もあります。しかし、この説には問題があります。それは、陽明天皇の名前がタリシヒコではないということです。日本の歴史書では、陽明天皇は立花の豊日の命と呼ばれ、どこを探しても、タリシヒコと呼ばれた記述はないのです。つまり、陽明天皇が、タリシヒコだとすれば、なぜ名前が違うのか説明できません。もう一つの説は、タリシヒコは、聖徳太子や、蘇我馬子などの有力者だというものです。聖徳太子や、蘇我馬子は、推古天皇の補佐役として、政治を行っていたと言われています。彼らが、隋に使者を送るための外交も行っていたと考えられます。しかし、彼らもまた、タリシヒコという名前ではありません。また、彼らが、倭国の王を名乗ったという証拠もありませんし、それはそれで大問題になるのではないでしょうか。陽明天皇、推古天皇、蘇我馬子、聖徳太子とは異なる、倭王タリシヒコですが、隋書によると、小野妹子と共に、中国の使者、廃清政を伴って、大阪の何和津に帰国したとされています。このことから、九州や他の地方の王が、天皇になりすまして、朝貢したという説も否定されます。では、タリシヒコという人物は存在しなかったのでしょうか。中国側が、倭国の王を勝手に命名した可能性もありますが、今回は、実在したと仮定し話を進めます。随所には、タリシヒコの家族構成も詳細に記されており、妻は、地味、と言い、後宮には、600から700人の女性がいたと言います。また、皇太子の名前は、イカミタフリ、というそうです。タリシヒコは、天が明ける前に政務を行い、日が昇ると政務を止めて、弟に任せたとも伝えられています。しかし、隋の皇帝皇祖は、道理がないとして、これを改めさせたと言います。タリシヒコは、弟と協力し、二皇太制で政治を行っていたことがわかります。私は、YouTube で天皇の歴史を調べていました。そこで見つけたのは、初代、神武天皇から順番に紹介している動画でした。ところが、そこに驚くべき発見がありました。タリシヒコという名前が出てきたのです。しかも、雨のタラシヒコという名前でした。どうやら、第6代、弘安天皇の別名、大和タラシヒコと、その兄、雨のタラシヒコでした。これは一体どういうことなのでしょうか。私は随所に書かれた、タラシヒコと弘安天皇が、同じ人物だとしか思えません。皆さん違うのでしょうか。さらに、皇后の名前も気になりました。弘安天皇の皇后は、押し姫という名前でした。倭王タリシヒコの皇后は、地味です。どうなんでしょうか。似ていると言えば似ているけど、別人なのかもしれません。でも、家系図を見ましても、
2文字の皇后は他にいないんですよね。大変珍しいタイプの名前です。もしかしたら本当に推し姫イコール地味の可能性もあります。次に皇太子の名前も比べてみましょう。随所ではリカミタフリです。日本書紀では大大和猫ヒコフトニのスメラミことです。猫ヒコフトニとリカミタフリ、なんとなく似てる気がします。無理やりこじつければ読めなくもないような判断に困りますね。ですが天野多利志彦は昼間働いていた兄の可能性もあり、兄の家族の名前なのかもわかりませんね。また余談ですが、遣隋使の使者として日本書紀に急に現れた小野妹子は天野多利志彦の子孫です。何か関係性があるのではないでしょうか。とにかく随所に出てくる多利志彦とこんなに似ている名前の人物が他にいるのでしょうか。もし弘安天皇と随所の多利志彦が同一人物だとするならば、それはそれで新たな問題が出てきてしまいます。何が問題なのかと言いますと、弘安天皇と推古天皇の間に27世代もの差があることです。これはどういうことでしょうか。私は最初、推古天皇は女性だから中国に見下されないように小野妹子の祖先の名前を借りて調香したのかなと思っていました。でもそれだと納得がいきませんよね。何か裏があるんじゃないかと思いませんか。弘安天皇と随所の多利志彦は同一人物なのか。そんなこと言われてもピンとこない。そうですよね。でもこの話はすごく面白いんですよ。なぜならもし弘安天皇が多利志彦だとすると、日本の歴史が大きく変わってしまうからです。弘安天皇は第六代天皇です。でも実はこの人物、いわゆる血氏八代の一人なんです。血氏八代って何？って思った方も多いでしょう。血氏八代とは神武天皇から崇神天皇までの間の8人の天皇で、実績がほとんど伝わっていないんです。つまり存在自体が怪しいんですよ。そんな弘安天皇が随所に登場する多利志彦と同じ人物だったらどうなるでしょうか。ところで皆さんは先ほどお話しした存在が疑問視されている血氏八代の他に血氏十代という言葉があるのをご存知でしょうか。実は天皇の系譜には血氏八代の他に血氏十代と言われる謎のグループが存在しているのです。血氏十代は古事記において系譜のみが記され、その自籍がほとんど記されていない第24代仁顕天皇から第33代推古天皇までの10人の天皇のこと、あるいはその時代を指します。特に推古天皇は日本書紀にだけ詳しく書かれており、その存在が疑わしいのです。なぜなら推古天皇の時代には聖徳太子という偉大な政治家が活躍したとされていますが、近年では聖徳太子の実在も疑問視されているからです。もし聖徳太子が架空の人物だとしたら、推古天皇も同じく架空の可能性が高まります。これは今までの血氏八代は存在しなかったという説を覆し、血氏十代の方が存在しなかったか、あるいは血氏八代と合わせて18代分の天皇が存在しなかった可能性を示唆します。古代の天皇の系譜は謎だらけです。100歳以上生きた天皇や神武天皇と同じ名前の天皇がいたり、中国の歴史書と矛盾する点が多々あります。この動画では多利志彦の謎について大きな発見をしましたが、それと同時にもっと大きな謎にぶつかりました。私はもしかすると天皇家のタブーに触れてしまったのかもしれません。弘安天皇、多利志彦を基準に危機を読み直せば古代の謎が解けるかもしれませんね。この動画では随所に記述されていた和王多利志彦の存在について考察しました。また新たな発見があれば動画にしたいと思います。それでは今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。